日本シリーズ優勝決定は各地で高視聴率。5日に放送された日本シリーズ第7戦は札幌、北部九州、仙台、広島地区でも平均世帯視聴率が 20% を超えるなど関西地区だけでなく全国各地で高視聴率を記録した。関西地区では平均世帯視聴率が 38.1%、 平均個人視聴率 26.0% を記録したが、札幌地区で 23.3%、 16.4%、 広島地区でも 21.8%、 15.3% を記録するなど、59年ぶりの関西ダービーは日本中で大きな注目を集めていた。取ったな。東京で巨人やヤクルトより高いとか。野球人気復興やね。個人視聴率もめちゃくちゃ高い快挙やろ。化け物コンテンツやん。さすが世界2位の観客動員数。7戦目は競ってたらもっと取れたのにな。次ドラは見るけど日本シリーズは見ない名古屋見。こうして見ると娯楽の少ない田舎の方が高視聴率出るんかね。北海道に野球文化根ざしまくっててくさ。3戦目から6戦目はドラマチックやったから7戦目にも期待した。試合展開的にもこれだけ盛り上がった日本シリーズは久しぶりだったな。なんか去年より視聴率悪いて煽られてたけど、すまんか。平均去年超えました。最初の視聴率微妙だったし、本当に優勝目前でしか盛り上がらんのな。今はもうそういう時代か。これでも2016位かなんやね。広島フィーバー&大谷とかも超えるの無理やろ。さすがに7戦まで行ったら見るわな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。